小2ーー族小2位、または、シャワノとは、北米のインディアン部族である。彼らはもともと、オハイオ州、ウエストバージニア州、ケンタッキー州、ペンシルベニア州及び、メリーランド州西部の地域に居住していた、アルゴンキン語族のショーニー語を話す。有志以前の小ニーの起源は極めて不詳である。他のアルゴンキン語族の部族は、小ニーを彼らの最南端の士族とみなし、 他のアルゴンキン語族には、南を意味する、シャワノという、よく似た単語がある。しかし、ショーニー語の、シャワンという語感は、南ではなく、穏やかな、暖かなという意味を持つ。あるショーニーの神話の中には、シャーキが、南の神を表している。ある学者は、ショーニーは、オハイオカントリーの有志以前のフォートエンシェント文化の、人々の末裔と推測しているが、他の学者は異議を唱えており、 決定的な証拠は一つも発見されていない。1670年以前のある時、ショーニーの集団はサバンナ川地域に移住していた。チャールズタウンを本拠地としたカロライナ植民地のイギリス人は1674年頃にこれらのショーニーと最初に接触した。その後は長い同盟関係が形作られた。当初サバンナ川のショーニーはカロライナのイギリス人に サヴァン・ラインディアンとして知られていた。時を同じくして他の商人の集団もオハイオカントリーの南と東のフロリダ、メリーランド、ペンシルベニアおよび他の地域へと移住した。歴史家のアラン・ギャレーは17世紀中央から後半のこの商人の移住者たちは1640年代に始まったビーバー戦争によっておそらく追いやられたと推論する。 ショーニーは彼らの広範囲にわたる入植地と移住、彼らの頻繁な長い距離の他のインディアンの集団への訪問で知られるようになった。彼らの言語は数々の部族の間で共通言語となり、そのことはショーニーが経験したこととともにヨーロッパ人とヨーロッパ系アメリカ人の拡大に対する多部族にわたるインディアンの抵抗を生み出し持続させる時の指導者になることを助けた。 1752年より前に彼らはバージニア州ウィンチェスター近くのショーニースプリングスを拠点にして後の州長コーンストークの父親がそこに王宮を持った。ある時点で彼らは現在ウェストバージニア州、オハイオ州南部、ケンタッキー州北部となっているオハイオカントリーに居住した。色恋は後に征服によって得た権限でオハイオカントリーの領有を主張し、 ショーニーとデラウェアを従属した部族として、そこに再度住み着いた人々とみなした。多くの色恋は、当時西にも移住し、彼らは、民語として知られるようになった。ショーニー、デラウェア、民語のこれら三つの部族は、オハイオカントリーで密接に関わるようになった。テカムセ1755年のモノンガヘラの戦いの、あと、多くのショーニーは、1758年の、 イーストン条約に署名するまで、フレンチ・インディアン戦争の初期にフランスと共に戦った。フランスが1763年に敗れた後は、多くの商人たちはイギリスに対する、ポンティアック戦争に参加し、翌年には敗れた、ポンティアック戦争の間に発せられた1763年、宣言は、東部のイギリス領地とアパラチア山脈の西にある、オハイオカントリーの間に、境界線を引いた。 しかし、1768年のスタンウィックス、トリデ条約はこの境界線を西に拡張し、イギリスは現在のウエストバージニアとケンタッキーの領有を主張した。ショーニーはこの条約には合意しなかった。というのもこの条約は、イギリス当局と色恋連邦の間で交渉されたもので、色恋は、ショーニーと他のインディアンがその土地で狩猟をしていたにも、かかわらず領有権を主張していた。 スタンウィックストリデ条約の後、アングロ系アメリカ人たちは、オハイオガー流域へと殺到し始めた。入植者とインディアンの間の暴力事件は、激しさを増して、1774年のダンモアの戦争へと突入した。イギリスの外交官は、この紛争の間になんとか、ショーニーを孤立させた。イロコイとデラウェアは中立を保ち、一方で、ショーニーは、わずかな民語の同盟とともに、 イギリス領バージニア植民地と対峙した。バージニア総督のダンモア卿は、オハイオカントリーへの二面攻撃による進攻を開始した。小ニー族州長のコーンストークは、一方の軍を攻撃したが、唯一の主要な戦闘であったポイントプレザントの戦いで敗れた。キャンプシャーロット条約で、コーンストークと小ニーたちは1768年の スタンウィックストリデ条約で設定されたオハイオ側の教会を承認することを信じられた。多くの他の商人の指導者たちはこの教会の承認を拒否したが、1775年にアメリカ独立戦争が起こった時、数々の商人たちはイギリス側について戦争に参加し、アパラチア山脈の向こうに入植者を追放することを目指してイギリスを支援した。商人たちは分裂した。 コーンストークは中立のまま残る集団を率いて、一方で州長ブラックフィッシュやブルージャケットのような指揮官たちはイギリスの同盟として戦った合衆国とインディアン部族の同盟の間の北西インディアン戦争で小児族はマイアミ族と手を組んで非常に大きな軍団となった。1794年のホールンティンバーズの戦いの後、 ほとんどの商人の団は1年後のグリーンビル条約に合意し、彼らの故郷の地の大部分は合衆国へと帰属した。他の残りの商人の集団はこの条約を拒否して、ミズーリにいた彼らの兄弟姉妹に加わりケープジラード、近くに定住した。1800年までに、ハシウェコラ、キスポコサ、ピクアの部族がミズーリへと移住した一方で、チラコシーとミキケイクの部族だけがオハイオに残った。 1805年から小児族の少数派が、テカムセと彼の兄弟テンスクワタワの反部族運動に加わり、テカムセの戦争と1813年10月5日のテムズの戦いでのテカムセの死を引き起こした。これはアメリカの拡大からオハイオカントリーの地を守る小児ネーションの最後の抵抗であった。 数百名のミズーリ商人は一部のデラウェア族の人々と共に1815年に合衆国を去って当時スペインの支配下にあったテキサスに定住した。この部族はアブゼンティ商人として知られるようになった。テキサスが独立した3年後の1839年に彼らは再び追放された。これらの人々は現在の商人に近いオクラホマに定住し、1845年には 彼らの伝統的な世界観と信仰を共有するカンザスから来たショーニーがこれに加わった。1817年、オハイオショーニーはメグズトリデ条約に調印し、ワポをこねたホッククリーク、そしてルイスタウンの3つの距離打ちと引き換えに彼らの残っている土地を割上した。ミズーリは1821年にアメリカ合衆国の州として昇格し、1825年の セントルイス条約の後、1400名の水売ーリ商人たちは、ケープジラードからカンザス南東部のネオショカ近くへ強制的に移住させられた。1833年の間は、ブラックボブの商人の団のみが抵抗した。彼らは、オラース近くのカンザス北東部とガムスプリングス近くのモンティーチェロにあるカンザス川沿いに住み着いた。1826年、およそ200名のオハイオ商人は、 テンスクワタは予言者の後を追い、彼らのカンザスの兄弟姉妹に加わったが、本体は、ブラック夫婦につき従い、夫婦は、オハイオの故国を諦める前の、あらゆる戦いをした。1831年、ルイスタウンのセネカ省の集団は、インディアン巡州へ立ち去った、ブラック夫婦の死後、ワポーコネタとホッククリークの残りの400名の、オハイオ商人は彼らの土地を放棄し、 カンザスのショーニー居留地へと移動した。南北戦争の間、ブラックボブの一団は、カンザスから逃亡し、戦争から逃れるために、オクラホマのアブセンティ小ニーに加わった。南北戦争後、カンザスの小ニー族は再び追い払われて、オクラホマへ移動した。そこでは、かつてのルイスタウンの集団の一部の小ニーたちは、東部小ニーとして知られるようになり、かつてのミズリショーリ小ニーたちは、 ロイヤル商人ーーとして知られるようになった。後者の集団は合衆国にチェロキーネーションの一部と、みなされたために、チェロキーショーニーとしても知られる。今日、ショーニーネーションの大部分はまだオクラホマに居住している。ありがとうございます。